日僕が体験した、怖い、ま、話っていうか体験が、約3年前ぐらいの高2の冬だったんですけど、まあ、みんな普通に先輩の家で、まあ、あの同年とかみんな集まってくっちゃべっとって、でなぜかいきなり先輩がすぐ近くにある廃病行こうかみたいな感じになって、もう先輩車の免許持っとったん でそれで、車で普通に移動して、その廃病の場所がすごく田んぼ、もう田んぼがあってもう真っ暗で、もう何もない、その僕出身の鹿児島のど田舎 その育ち でその廃病に行くまでにすごく歩くんですけど、でその時ちょうど高2の冬で寒い時期なのに、ちょうどその廃病に入ってその廃病のドアを開けた瞬間、すごい熱風っていうか、なんかこうすごい圧が来て、写真をいっぱい撮っとこうぜっていうことで、あのその日もうとりあえず廃病から帰って、あの何もなかったんで廃病から帰って写真見たんですけど、まあ何もなかったんですよ。でもその次の日、本当に次の日に写真を見返したら、すごい写真があって、ど真ん中に十字架の白い女の人が立ってるんですけど、その他にも 3,4 人ぐらい横顔やったり、いろいろなんか睨んでる顔やったり笑ってる顔やったりとかあって、でそれでその次の日に僕以外みんな事故って、一人はもう足を切断っていう手前やったんですけど、それでやばいってなって払いに行って、でその時の写真が一応あるんですけど、その時の写真がこれです。